はい、今回はですね、トヨタハリアーハイブリッド、グレードが Z ですね、のスレートグレーメタリックの、まあ、FF 車ですね、に試乗してきましたので、そちらの方をお話をしていきます。まあね、なかなかね、これ高い車なんでね、ちょっと試乗するのね、戸惑ってたんですけどもね。まあ、今回ね、試乗した車がですね、452番ということでね、レクサスぐらいしますよね。そのぐらいします。で、まあ、これね、なぜ試乗してみようかなと思ったというとですね、まあ、安いグレードだとですね、まあ、FF の場合は299万円と。まあ、4WD でも319万円からあるということでね、まあそのぐらいならちょっとね、現実的な金額かなと思ってね、ちょっと思い切って試乗してみました。で、まずですね、インテリアですね。はい、まあこんな感じのインテリアでしたけどね、まあインテリアはですね、まあレクサスとかね、まあクラウンみたいに、まあ高級感ありますよね。このね、LED というね、まあね、こんな感じの、非常に高級感がある。はい、そうですね。まあエクステリアもね、まあ大きさといいですね、まあ堂々としてね、まあトヨタ車にしてはね、非常に高級感がある。まあ、それはそうですよね。まあ、2代目までは、俺がレクサスで売ってたのはね、そう、3代目からレクサスじゃ、まあ、海外ではレクサスなんですけどね。海外ではまあ2代目までレクサスで、よくレクサスにならなかったなっていう時代ですよね。はい。で、まあ、またね、インテリアの絵が出ましたけどね。まあ、こう、インパネは、まあ、意外とシンプルで使いやすかったですよね。こうシフトレバーなんかもプリウスって方式じゃなくて普通のねシフトレバーでね、で、まあ、パドルがついてるんですよね、これね、ハイブリッドでも。なんだプリウスだったら B 一発勝負だけですけど、これはパドルでね、何段かにね、まあチェンジができますんで、まあ、その辺はですね、いいなと思いますね。まあ普通に自然に乗れますよね、プリウスとかね、そういうハイブリッドでね。まあ、今、アクアでもちょっとね、ギアがプリウス型になりましたんでね。まあ、リアもですね、まあ、こう、テールなんかがね、非常に綺麗でね、かっこいいですよね。で、まあね、走りに関してはですね、まあ、必要にて十分というかね、なので特別速くもないけども、まあ、遅くもないですね。乗り心地はまあ、もう悪くないです。いいですね。乗り心地いい部類に入ると思いますね。で、私が乗ったのがこのシートなのかな。両横がね、こう、合成品で、ここがね、布でしたね。まあ、非常に高級感ありましたよね、これでもね。なんで、まあ、本革にこだわらない人だったらね、まあ、これで十分ですかね。で、革のシートにこだわるっていうかね、そういう人じゃなきゃ。はい。まあ、サイドのスタイルはね、こんな感じですね。まあ、私、ちょっとここのオーバーハングの長さがちょっとね、若干気になるかなっていう思いますけどね。まあ、好みが分かれるところですね。で、まあ、リアハッチですね。まあ、これも、まあ、特別広くはないんですけども、まあ、必要にて十分というかね、ちょっと高さがね、ちょっと気になるかな。まあ、私もね、開けてみましたけどね。はい、サイズはですね、幅がですね、1855っていうことで、まあ、ちょっとコンパクトカーではないですので、まあ、こんだけ大きいっていうと、
まあ、ちょっと気になる人は気になるかな。ね、まあ、なんでこの大きさでが OK な方とかね、大きい車乗りたい方はね、いいじゃないですかね。なんで幅がちょっとね、長さとかね、そういうのはね、まあ、許容範囲だけど、ちょっと幅がちょっと広いなと思いましたね。で、まあ、先ほどちょっと言いましたけどね、まあ、これがレザーパッケージになってね、まあ、さらに高級感が増します。ね、まあ、こちら、まあ、好みにもよりますけどね、まあ、レザーパッケージもありますよ。はい。じゃあ、まとめるとですね、まあ、これはですね、やっぱりね、どうしてもこれね、1代目、2代目までがレクサスでしたんで、まあ、レクサスにちょっとね、あんまりレクサス敷居が高くてね、ちょっと行きたくないなとかね、レクサスでちょっとこう嫌だなっていう人は、まあ、トヨタ車で買えるレクサスみたいなね、車ですんで、まあ、そういう人にね、ぴったりなのかな、ね、でこれがこの車がトヨタで買えるのが不思議なぐらいっていうかね、まあありがたいですよね、この車がね、トヨタで買えるって言ったけどね、まあ、レクサス売っててもね、マークを変えて売っててもおかしくないぐらいのね、車ですのでね、高級感が非常にあります。でね、私が乗って一つね、気になったところはですね、やっぱこのだけのね、車高の高い車で、まあ、この後方視界ですよね、まあ、後ろのね、この辺の後方視界がやっぱね、ちょっと気になるかな、見にくいかなと思いましたね。ただあの CHR ほどね、閉塞感があって見にくいわけじゃないんですけども、まあバックモニターがあるんでね、まあいいと思いますけれども、ちょっとバックモニターがないとちょっと危険な感じの、あのなんで目視でバックするにはちょっとなかなか難しいなとね、思いましたね。まああの上から見るね、360度モニターがありますんでね、まあそのモニターをつければまあ問題はないと思います、ね、まあラブ4でね、まあちょっと4、まあ、SUV すぎるなっていう方はね、まあこの辺がいいじゃないですか ね、まあオフロードを走らない SUV というかね、高級 SUV ですよね。オフロード走るのはね、ちょっともったいないですね、このぐらいのね車になるとね。まあなので、まあ、一定のニーズはねあると思いますんでね、はい、ちょっとね、残念だったのが、その一番下のグレードになると顔が、ここの LED がなくなっちゃうっていうのがね、ちょっと寂しいけどね。まあ、そうだね。なんで、営業マンの人に聞いたら、やっぱ、売れ筋はやっぱこの上級グレードって言ってましたけどね。ですので、私さっき言ったように、安いグレードあんまり売れないのかなと思いますけどね。まあ、ハリアー乗りたい方はね、安いグレードもあるということですね。はい、それではね、今回の動画は以上になります。